どうもお疲れ様です。特別講義になります、まあ。愛媛大学でね、いろんなコンテンツを提供してくださってるナミさんなんですけども、今回は、まあ、商品を売る方法とかね、まあ、こういったテーマでお話ししてくださいました。私ね、今みたいな時代になってすごく思うのが、まあ、リアルな商品とバーチャルな商品っていうのに、二つに大きく分かれたんじゃないかなと思うんですよ。で、多くの方が働くってことを意識するときに、どうしてもね、まあ、何か工業製品を作ったりとかね、 なんか物を動かすようなこう労働とかねそういったものを想像するんではないかと思います例えば先日その竹中平蔵さんがね日本人は70代になっても80代になっても働く時代が来るよとかねもしかしたら90代まで働かないといけないよみたいなことを言われていて、まあ、かなり反感を買っていたんですよ私もね竹中平蔵を何って最初は思ったんですけどもあのわざとね好意的に捉えてみたんですよそうかじゃあ70代になっても80代になっても90代になっても 生生き生きと楽しく働けるようなそんな老後を過ごすために50代60代でリスキリングをするとしたらどんなことかなと思ったんですよね。そしたら従来の何か資格を取ってそれを生かしていくっていうものではなくてね何か工業製品を作るとかうんなんか引っ越し業者になってねなんか物を運ぶみたいな体力を使う仕事をしたりとか深夜の牛丼屋やファミレスで いらっしゃいませっていうね。まあそういうふうに思いつく仕事、いわゆるリアルな仕事をするんじゃなくて、バーチャルな仕事をやるために、今、この時代に、令和5年の時代に、50代、60代の人がね、学び直しをするんだったら、バーチャルなことじゃないかなと思ったんですよ。で、バーチャルなことって言っても別にプログラマーになれとかね、あのー、なんですか、メタバースをやるって話じゃなくって、多分、竹中平蔵さんがやってることの小さい輪をやればいいんじゃないかなと思うんですよ。それは何かっていうとね、 まあ今、竹中栄三さんが主にやられている仕事ってのは、何かね、自分の考え方をどこかに書くとかね、話すとかね、誰かに聞かれたことを答える対談をするとかね、そういったものじゃないかなと思うんですよ。そうなってくると、どういったことを話せば、多くの人に価値を持って受け取っていただけるのか。 自分の考え方を話すことによって対価を得れるようなものっていうのはどういうふうなことがあるのかってことをねリスキリングしてみる学び直してみると多分今までやってこなかったことばかりじゃないかなと思うんですよ例えばこの話を聞いてね単純にそんなどっかに記事書いたり喋ったことぐらいでお金がもらえたら苦労しないよって思う方は確かに多いと思うんですよだからリスクリングなんじゃないですかだって今の時点で物を書いたりね YouTube で動画を作ったりとかしてそれが売れるんだったら別にもう学び直しは完了してるわけですよ でも、実際にアウトプットをすることによってお金を稼いだことがない人とか、そういう発想がない人は、そんなあんまりいかないでしょうと思うんですよ。だからリスキリングをして、ウェブライターとして、どっかにね、記事を書いたらお金がもらえるとかね、誰かの相談ごとに答えたらお金がもらえるとかね、そういった道はどこにあるのかってことを学んでいくっていうのが、圧倒的に欠けてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで、これからね、私も、50代のリスキリングっていうテーマでね、 何か情報発信をするときに、60代でも70代でも80代でも、そして90代でも、自分が趣味のように何か活動することによってね、多くの人からお金がもらえる、ありがとうって言ってもらえるような、そんなものをね、培っていけば、これから始まる30年とかね、場合によっては50代の人は40年人生があるわけですよ。40年、50年とね。その中で、最後まで働きながら、現役を続けることができるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、 話を戻して、小型の労働を60から学び直して70、80、90とやれって言われたら、私も嫌ですよ。労働は嫌ですよ。労働ができるのは、まだ知識や経験が少ない20代や30代の時なんですよ。体が動くから。でも、体が動かなくなってくる。もしくは動かしたくなくなってくるじゃないですか。だって、怪我をすると長引きますからね。だから、怪我の可能性があることはなるべく避けたほうがいいんですよ。で、そうすることによって、じゃあ、代わりになんで お金を稼いでいでくのかっってことになったら例えばね20代30代の人が働きやすいシステムを作っていくっていう風うな業務管理とか労務管理っていうの作業割当とかそういったものはもう机の上でできるじゃないですか頭の中でできるじゃないですかそういったものじゃないかなというふうに私は感じましたねでそういったものを PDF ファイルでまとめるとか動画の教材にするとか、まあ、そういったことをやっていけばもっとね 儲かる幅は広がる幅が広と思いますしリモートズームみたいな感じで自宅から何かを発信することによって、えー、何人かの方がね学びに来ていただけるとで講義代金が月に5000とか1万というふうに設定して、えー、まだね知識や経験がない若い人がね知識や経験豊富な70代80代に学んでくれたらすごくいい形ができるんじゃないかなと思うんですよ当然70代80代の方ですから自分が20代30代だった時のようなことをやってはダメで今の20代30代に 適したような、こういったね、伝え方が必要だと思いますし、今デバイスがこういうふうに、ね、発達してるからこそ、こんな働きができるよっていうふうに、えー、的確なね、今の時代に合わせたような、今のう若者文化に合わせたようなことができなければいけないんで、それもリスキリングの中に入れていくってことです。つまりは、リスキリングってのは、これから社会に出ていこうとする20代や30代の方にね、寄り添うような気持ちとか、そういう人たちに、あの、信頼されるような考え方や、 まあ、見たた目ととととかかかち発信いいいうのも、ね、込みで学ぶことじゃないかなと思いましたね、はいえー、50代からのリスキリングこれはね、うん、すごく大きなテーマになると思いますので私自身も50になったばかりですけども10年間かけてこれからね60代70代80代にはどう生きるべきかってことをやっていこうと思いますこれちょうどね10代の頃に、あのー、20代には社会に出るからその時に何を 携えてておかなきゃいけないかななけいいってことをね一生懸命学んだあの10代の時のようにね同じように今50代になってこれから第2の社会人として60代以降の人生をいかに渡っていくかこれをね学びつつアウトプットしていこうかと思いますね一緒に勉強していきましょうではいってらっしゃい